皆さんこんにちは、キラキラ USA のママです。今日は子供がいない時間にちょっと家具屋に来てみました。ずいぶん前ソファーを探してるよって家具屋うろちょろしてる動画を上げたんですけど、まだ買ってないのね。ご存知だと思いますけど、全然いいのがなくてっていうか、ちょうどいいのがなくて、で今のソファーが本当にもうやばくて、動画では分かんないと思うんですけど、もうソーマがもうこの間もチョコレートアイス食べててボボッとこぼして、でももういいやと思って拭いてもいないんだけど、こんなコーナーで探しに来ました。コンテンポラリーのさ感じの家具、あれこれもいいじゃんが多い。いっぱいある。本当いっぱいあるし、デザインがなんか結構おしゃれだけど、おしゃれだよね。おしゃれだけどちょっとコンテンポラリーでさ、それだってあれだよ、3000だよ。あ、そう、でかいの、結構でかい、悪くない。良さげなやつ。ファブリック変えられるのかな、ここも言えば。置いてあるやつは置いてある。あ、そうなんだ。聞こえない聞こえない、何？あ、その黄色も可愛いね。可愛い。俺がさ、1個思ったのがさ、例えばね、全くもうプランを変えちゃって、テレビがここにあるでしょ。そしたらこっちテレビ、ここに2つコインに並べちゃうのも、一つのアレンジとして、こっちから入るのね。ここズボ抜けってこと？例えば、そう。生地もいいよね。すごくいいこれ。いやもう絶対汚したくない感じだね、これ買ったら。コナちゃんが掘るからさ、昨日もすっごい掘ってた。レーザー素敵だけどさ、動物飼ってたらさ飼えないんだよね。コナちゃん飼う前に猫がいたの、うちもう寿命で死んじゃったんだけど、その時もレーザー飼いたいねって言ったんだけど飼えなかった。猫ちゃんいるからね、しかも高いし。これ1個欲しいな。1個欲しいなって1個買ったら変じゃん、2つ買わないと。だからあれを買わなかったとしても、なんか欲しいあれ。これでデザインだと これも全部ファブリック使えるんだよ多分。だからもしあのソファーもこのメーカーだったら、あ、そういうこと。そう全然リビングス、これいいじゃん、このグリーン。暗い、これ暗いって、さっきのあそこに入り口にあったやつこれだよね。パパいいねって言ったの、可愛いグリーンってなったやつ。暗いって。もう一回、あ、もう。これだってただのあれだけど結構可愛いね。ね、この縫い目とかがさ可愛いよね。よく見ると。うん、座ってみる。全体的に何？いないよもう。全体的に何？やっぱおしゃれだよね。おしゃれ。ベッドルームとかここのちっちゃい家具で揃えたらめちゃくちゃおしゃれになるよね。すごい気に入ってるじゃん。座り心地も良かったしこれね。かわいいよね。座ってみよう、もう一回。座りやすいんだよね。座りやすい。すごい金持ちに見えるよ。すごいいっぱいある。ストリート、まあ待てるからさ。アジア、チャイナ買ったから来て3、4万。めっちゃあるじゃん、かわいい。この電気分かりにくい。暗いの嫌でしょ。これとか明るい、これもかわいいんだよね。いやいや俺けどね、このスウェードが気に入ったの。このスウェードビロード、なんていうの、スウェードじゃない、ビロード、見てる？ちょっと暗いね。それと見合わせてみろ。あれ明るい。あとグリーンそこにもある。あれ結構濃いな。あれ、暗いと思う。そう、この辺ちょっと似てるよね。全然イメージできないんだけど。全く思い浮かばない。これがこうなるのが。します。上だよね、ソファーはね。
あ、かわいい、クリスマス。うん、クレートエンドバレルは、食器から、家の飾りから、家具から、全部いろいろと、ちょっとおしゃれなものを置いてるお店です。あ、それもいい。この白絶対買えないうち。これがさっき言ったイメージ、こっちね、こっちキッチンでさ、こっちからこういう置き方もできるなと思ったけど。うん。でもここにやっぱり何か置かないとおかしいよね。ん？ここに何か置かないとおかしいよね。これこっちどっち？こっちテレビだよ。あ、じゃあここ。いやいや、別にそれ置くのはいい。ああ、あれいい、あれいい。うん。これいいじゃん。これ高そう。うん、すごい高そう。5000でしょ。分かんない。どこに書いてんだろう。これ5000で済まないんじゃないかな。このフルセットで買ったら7000ぐらいするんじゃない？ほら当たりまま。全部で7000近い。6000な、うん。めっちゃいいじゃんこれ。はい、ちょっとお昼ご飯食べに来ました。あそこで食べたみたいなやつ。あそこってどこ？どだっけ？あ、分かった。旅行行った時？そう。どこだっけあれ？パワースポットね。そう。なんだっけそこ？名前忘れちゃった。アメリカのパワースポット有名なとこなんだっけあれ？ストーン。このバーガーパパする？まだ決まってない？まだ。ちょっと私肉がっつり食べようかな。水がでかい。水がすごいでかい。これはビスケット。これなんだろう。何ついてんだろうこれ。これアップルバターってやつでした。すっごい美味しい。これ、うん、アップルバターだって。めちゃめちゃ美味しい。これパパの頼んだナッシュビルチキンホット、すごい美味しそう。すごいボリューム。私の見て、ちょっと見て、いくよ、1、2、3、はい。ちょっと悲しい。ちょっとだけ悲しい感じに盛り付けられています。ここなんかなかったかなって感じで。お肉4切れ入ってます。美味しそう。食べます。